はい、皆さん、こんにちは。不動産鑑定士講座で、鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。今回はこのテーマですね。単刀論本一発突破、春から短期合格する方法というテーマでガイダンスをさせていただきます。鑑定士というのは、弁護士公認会計士とともに三大国家資格の一つと言われています。ただ、この2つの資格と比べると、なかなか一般の人にこう馴染みが薄い資格になってますので、まずは簡単に鑑定士の仕事の中身ですね、業務内容からお話をさせていただきます。鑑定士の業務は大きく2つの業務に分けることができます。1つは、鑑定評価業務と言われるものと、もう1つはコンサルティング業務と言われるものですね。大きく2つに分けることができます。鑑定評価業務というのは、不動産の経済価値を判定していくらいくらという金額を出していく、そういった業務になっていきます。この鑑定評価業務というのは、これ国から認められた独占業務ということになってきます。鑑定士にだけ認められている業務がこの鑑定評価業務ということになっていきます。鑑定評価業務をさらに大きくこう2つに分けることができまして、依頼主が国とか都道府県等々の公的な機関である公的な評価と、あとは依頼主が個人さんとか企業さん、私人である場合の民間評価と分けることができます。公的な評価の代表例、地価公示と呼ばれるものです。地価公示って言葉、制度を聞いたことありますでしょうか？今年一番高い土地は銀座のどこどこです。そういったニュースとかって聞いたり見たりしたことないでしょうかね。これ地価公示と言います。国土交通省が全国2万6000ポイントについて全国の鑑定士に評価させて、で取りまとめて毎年1月1日時点の価格を一般の人に向上する制度が、この地価公示と呼ばれる制度になってきます。代表的な公的な評価の一つということになってきます。あとは民間の評価ですと、不動産を売買するとき、不動産を担保にお金を借りるとき、不動産を相続するときの参考として不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する、そんな場面なんかが考えられます。世の中知られていないんですけど、公平中立な理論的な不動産の価格というのが求められる場面が多々ありまして、そんな場面で鑑定士の評価というのが役立ってくるということになってきます。一方でコンサルティング業務ですね、独占業務じゃないんですけど、不動産に関する困りごとを資格知識を生かして解決していく、そういった業務になってきます。いくつか例があるんですが、例えば CRE 戦略って言葉聞いたことありますでしょうか？コーポレートリアルエステートの略なんですが、要は企業が所有している不動産の有効活用の提案、アドバイスをしていく、そういったコンサルティング業務ということになってきます。例えば都心にこうグループ企業が点在化していたので、まとめて新しい大きな事務所に一気に移った方が効率的な仕事ができますので、そういった不動産の使い方した方がいいんじゃないですかとかね、そういったアドバイスをしていくのが、この CRE 戦略の場面ということになってきます。さらに鑑定士ですね、仕事のやり方なんですけど、鑑定士というのは基本的には独立開業型の資格と言われています。同じ不動産系で言いますと、司法書士さんだったり、公認、土地価格調査士さんとかとこう比較されることが多いんですけど、同じようにこう独立開業型の資格と言われています。その中でも鑑定士というのは、独立しやすい資格と言われています。なぜかというと、それはこの公的な評価があるからなんですね。例えば3年間ぐらいのこう実務経験を積んで登録をしていけば、少しずつこの公的な評価をもらえるようになっていきます。こう年収の下支えになるわけなんですね。これだけで食べていけるってわけじゃないんですけど、年収の下支えになります。こういった公的評価があることから、他の資格と比べても鑑定士というのはこう独立しやすい資格と言われています。さらには鑑定士知られていないんですけど、企業内で活躍することもできます。企業内鑑定士として活躍することもできます。私が知る限りでは、司法書士さんとか土地価格調査士さんが企業内で活躍しているのはあまり聞いたことはないです。一方、鑑定士は知られていないんですけど、企業内で活躍することができます。例えば不動産会社、今不動産会社、大手の不動産会社はこのね、こう CRE ですよね。この CRE に特化した部門を立ち上げて、ものすごく営業をかけてるんですね。そういった部門内において、鑑定士の資格知識を生かして、こう企業内鑑定士として活躍している鑑定士さんいっぱいいらっしゃいます。さらには企業としましては、金融機関ですね。特にこう信託銀行さん、
信託銀行さんは内定を出した学生にお金を出して試験の勉強をさせて、入社と同時に鑑定試験の、ね、受験をさせて鑑定士の資格を取らせる、そういったことを、ね、行ってたりしますので、信託銀行の中ですと鑑定士、多くの鑑定士が活躍していたりします。あとはそうですね、官公庁ですかね、役所です、役所です。役所というのは基本的には鑑定評価を鑑定士に依頼する立場なんですね、役所というのは。ただ依頼をして手に入れた鑑定評価書が適切かどうかを内部でチェックをしたいみたいなので、内部で鑑定士を抱えておきたいみたいなんですね。なので役所の中では鑑定士ですね、実は知られていないんですけど活躍している鑑定士さんいっぱいいらっしゃいます。ちなみに例えば東京都庁ですと毎年のようにキャリア採用という形で鑑定士募集しているぐらいです。いろんな官公庁役所で鑑定士ですね、内部で活躍している。つまり鑑定士というのはもちろん大手の鑑定事務所でサラリーマンとして活躍するって方ね、選択肢もありますし、あとは独立開業をして一国一城の主として活躍するってこともありますし、さらには一般の企業の中で鑑定士の資格知識を生かして活躍する、こういろんな選択肢があるというのが一つ鑑定士の資格の魅力ということになってきます。では鑑定士ですね、なるためにはどういった試験制度を突破する必要があるのか、試験の中身について続いてお話を進めていきます。はい、まず鑑定試験の大きな特徴は担当式試験、論文式試験の2段階選抜方式になっているというのが一番の特徴です。公認会計試験なんかと同じような試験制度ということになっていきます。ではまずは担当式試験の概要から確認していきましょう。受験資格は特にありません。これ誰でも受けることができます。一つは科目というところ、担当式試験は2科目で試験が課せられまして、行政法規という科目と鑑定理論という科目の2科目で試験が課せられます。行政法規、不動産というのは勝手気ままに使えるものではありませんので、さまざまな、法律があります。都市計画法とか建築基準法とか、そういった法律名で聞いたことはありますでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのがこの行政法規という科目になってきます。宅建試験とか勉強された方は宅建試験で学んだことの4割ぐらい範囲が重なってくる、そういった科目がこの行政法規という科目になってきます。一方鑑定理論という科目ですね、不動産を鑑定するときの理論、考え方を学んでいく科目ということになってきます。これ試験科目としても重要なんですけど、いざ鑑定士になった後に評価で悩んだときに戻ってくる科目がこの鑑定理論、実務家としても重要なのがこの鑑定理論、専門科目ということになってきます。それぞれ択一式、マークシート方式で出題されまして、それぞれ40問ずつこう2時間で解いていく、そういった試験になっています。1問あたり 2.5 点と配点されてまして、かける40問で100点満点の合計200点満点ということになってきます。ではいつ試験が実施されるのか、試験期日ですね、例年5月の中旬の、第2日曜日が試験日ということになってきます。母の日が通常試験日ですね、第2日曜日です。午前中10時から2時間で行政法規で、1時間半の休憩を挟んで午後の1時半から3時半まで2時間で鑑定理論、1日で終わる試験がこの担当式試験ということになってきます。ではどれぐらいの点数を取れば合格することができるのかってことですね。願書ですと総合点でおおむね7割を基準とすると示されています。ただ鑑定試験というのは、相対評価の試験なんですね。行政書士試験みたいに何点以上取った人は全員受からせるとか、そういった試験ではありません。合格率を決めて、でそこから合格ラインを切っていきますので、試験問題が優しければ合格ラインは上がっていきますし、難しければ下がっていきます。じゃあ近年どれぐらいで合格できているのかと言いますと、これ試験結果が表の形になっているんですけど、ブルーのところが担当式試験で、一番右端ですね、こちらが5年間の合格点なんですけど、そうですね、だいたい6割前後取っていれば合格できるような感じになっています。7割以上になったことはありません。だからどんな問題でも7割を取れていれば合格できる、そういった試験ということになってきます。ではどれぐらいの率で合格できるのかってことですね。直近2017年度ですと合格率
32.5%、3人に1人が合格できる、そういった合格率になっています。確か宅建試験が 15% 前後の合格率でしたので、単純な比較はできないと思うんですけど、合格率という意味ですと宅建試験よりもこの担当式試験受かりやすい試験ということになってきます。でこの担当式試験突破しますと、続いては論文式試験ということになってきます。でまず科目なんですが、行政法規という科目はこれ担当式試験だけの科目ですので論文式試験ではなくなります。一方鑑定理論というのは専門科目で重要ですので論文式試験でも出題されます。加えて民法、会計学、経済学、計4科目で試験が課せられるのが論文式試験ということになってきます。科目数が多いというのが論文式試験の特徴ということになってきます。よくどの学部が有利ですかって質問を受けるんですけど、だから一概には言えないということです。法学部ですと民法、商学部ですと会計学、あと理系の方でも経済学ですと計算だったり、あとね鑑定理論で電卓を使って計算するようなそういった問題なんかも出たりしますので、理系の方が有利な部分も多々あります。なので一概には言えない、そういった試験が論文式試験ということになってきます。ではいつ試験が実施されるのかってことですね。例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験期日ということになってきます。最終日月曜日ですので、お仕事されている方はこう事前にお休みを取っていただく必要があります。真夏真っ只中3日間論文文章を書き続けなければなりませんので、体力勝負と言っていいようなそういった試験が論文式試験ということになってきます。で例えば、初日の午後の科目と経済学って科目なんですけど、年によっては経済学の問題ですごく難しい問題とか出たりするわけなんですね。で、1問あたり、50行の回答用紙が与えられていて、通常は結構回答用紙全部埋めるような回答を書いていかなきゃならないんですけど、難しい問題が出るとそれこそ10行ぐらいしか書けないとか、そういった問題なんかも出たりすることあったりするんですね。そうなってくると、ああもう全然書けないって形で、実際論文式試験を受けていただくと分かるんですけど、日を追うごとに席が空いていく、空席が増えていく、そういった試験なんですね。なかなか他の試験でも試験やめちゃう人がいるというのはなかなかないと思うんですよね。それぐらいこう途中でやめちゃう人が多いんですよね。なんですけど、それもったいないんですよね。当然論文式試験もこれ相対評価の試験です。つまり難しい問題はみんな書けませんので、これ合否に影響しません。何が試されているかというと、いや自分経済学こんなに一生懸命勉強した、こんな自分がわからない問題はきっと難しい問題でみんなも書けないので、これ合否に影響しないから、この問題気にせずに他の問題、他の科目について淡々と回答していこうって、そういった冷静さ保てる、それぐらい勉強してますか、そういったことが試されているのがこの3日間の論文式試験ということになってきます。なのでこの論文式試験合格するためのまず一番のポイントは苦手科目をなくすということです。なかなか苦手科目があると論文式試験合格することは厳しいです。要は4科目バランスよく勉強していく、苦手科目をなくして底上げをしていく、そういった勉強というのが必要になってきます。加えてこの鑑定理論というのは専門科目で、他の科目よりも多くの問題が出されます。これ600点満点で試験が課せられるんですけど、そのうちの300点、配点の半分が鑑定理論の点数を占めてますので、やっぱり鑑定理論、他の受験生も多くの勉強時間を費やして勉強してますので、そういった他の受験生に書き負けないようにするためには、やっぱり皆さんも鑑定理論については多くの勉強時間を費やす必要があります。鑑定理論については特に苦手としているようですと、なかなか合格することは厳しい。バランスよく、ね、特にお仕事されながらの方が多いので、仕事とのバランスも取りつつ、さらには4科目バランスを取りつつ勉強していく、ある意味こうスケジュール管理能力が試されているのが論文式試験の特徴ということになってきます。毎年ですね、合格者の方のその合格した答案を見せてもらうんですけど、言葉悪いんですけど正直大したことはない答案です。ああこれで受かったんだね、まあ確かにギリギリで受かった答案だねって感じなんですけど、なぜ合格できてるかというと、そんなギリギリの答案を合格者は全科目揃えてるからね。これがポイントです。みんなに差をつけられないような、もう言葉悪いんですけど平均的な何でもないような答案を全科目揃えられれば、これで合格することができるんです。1科目でも苦手科目あると、それが足を引き、ね、引っ張って不合格になるということです。まんべんなく他の受験生と差がつかないような平均的な答案を取れるように
まんべんなく勉強することが論文式試験においてはポイントになってくるということになってきます。ではどれぐらいの率で合格できるのかってことですね。はい、論文式試験は 14.5% の合格率となっています。まあ7人に1人、まあ、しか合格できないと言っていいと思います。この7人というのは担当式試験に合格した人の7人のうちの1人ですので、なかなか厳しい試験がこの論文式試験ということになってきます。でいつもこれ言い訳的に言うんですが、この合格率の厳しさはこの資格を取った後の、まあ、使い勝手と関連性が認められるということです。つまりは一概には言えないんですけど、比較的取りやすい試験資格というのは、それを取ってすぐに就職転職に直結するかというとなかなかそうではない部分があると思うんですね。一方で司法書士さんなんかもそうなんですけど、合格率の厳しい試験というのはもちろん合格するのは大変です。ただ合格しますと希少性を生み出しまして就職転職に直結するということです。鑑定試験も同様です。なのでこの合格率の厳しさは取った後のこの資格の使い勝手と関連性が認められるんだってことですね。まあ、そういった形でこうポジティブにちょっと考えてするようにしてください。あと鑑定試験の特徴としましては、まずはピックアップとポイントの1のところですね。担当式試験合格者は翌年翌々年の2年間担当式試験が免除になります。つまり一度担当式試験で合格しますと論文式試験が最大3回受験できる、そういった制度になっています。まあ、担当免除制度、言葉を言い換えると三審制度ということになっていきます。例えば皆さん鑑定士に興味を持っていただいて勉強を始めました、ね、2019年の担当式試験見事合格できました。ただその年は担当だけの勉強しかしていなかったので論文式試験不合格になりました。翌年2020年度は担当免除で論文から受けることができます。で仮に2020年度も不合格であったとしても2021年度も担当免除で論文から受けることができる。これ受け控えとかはできませんので受かった年も含めて3回論文を受験できる、そういったチャンスが与えられる、そういった制度になっています。特に鑑定試験は働きながら勉強される方が大半ですので、この担当免除制度をうまく使っていただくというのが一つポイントになってきます。加えてもう一つポイントの2ですね。短期合格が可能になるということです。学生等の若年層の方や不動産分野での職務経験のない方にも積極的にチャレンジしてもらうために短期合格が可能になるように2016年度より試験問題の見直しが実施されています。今鑑定業界は本当に人手不足なんです。人手不足です。で国交省等々も危機感を持ってまして、で2016年度から試験問題の見直しを行っています。要は、まあ、受かりやすくしているということです。基礎的な知識さえ身についていてそれをちゃんと回答に示してくれれば積極的に点数を上げていく、もうそういった問題だったり採点方法に変えています。だからこう短期で受かりやすくなっているんですね。基礎さえしっかりと身につけていればこう実務的な知識なんかなくても受かるようにする、そういった試験問題に変わっていってます。 5,6 年前までは担当論文一発で受かるなんて方はほとんどいなかったんですけど、ここ数年ですね、特にこう学生等々の方を中心に担当論文1年間で一発で受かるって方本当に増えていってます。本当に増えていってるんですね。増えていってます。だからこそ今回のテーマってことですね。担当論文一発で突破するってことも決してこれ不可能ではなくなってきているんだということになってきます。では、合格するための一応の目安を、ね、説明していきます。担当論文どれぐらい勉強時間確保できれば合格することができるのか目安を説明していきます。まずは、担当式試験なんですけど、これ講義の時間も含めてだいたい500時間ぐらいの勉強時間確保していただければ十分に合格することができると言われています。宅建試験が確か300時間ぐらいと平均的に言われてますので、その 1.5 倍ぐらいの勉強時間確保していただければ十分にこれ合格することができます。一方論文式試験ですね、科目が4科目に増えて論文文章を書く訓練もしなければなりませんので、少なくとも2000時間ぐらいは勉強時間確保していただく必要があると言われています。では踏まえてじゃあレックとしてどういったコースをご用意しているのかって形で話を進めていきます。大きく3つのコースをレックとしてはご用意しています。まずは1つ目、忙しい社会人等々の方、あとは段階を踏んで確実に最終合格を狙いたい方ですね。要は担当免除制度とその試験制度をうまく使って
まずは1年目担当で、担当の負担をなくしていただいて、難しい論文に専念していただいて、担当免除制度をうまく使っていただいて、論文に合格ですね。段階を踏んで勉強していくやり方がまず1つ目のコースです。つまり2019年度1年目は担当だけの合格を目指す、そういったコースを選ぶということになっていきます。そのためのコースが、2019担当合格コースということになっていきます。2019年度、初年度はまず担当だけの合格を目指す全54回のコースということになってきます。このコースを取っていただければ、で講座ちゃんと受講いただければ、十分に担当合格できる力身についていきます。で見事担当に合格していただくと、2年目ですよね、2020年度は論文だけのコースをちゃんと用意してますので、2020年度2年目は論文だけのコースを取っていただいて、担当免除制度をうまく使っていただいて、論文合格を目指すということですね。そういったコースがまず1つ目、この担当だけに特化した担当合格コースということになってきます。ただ今回のテーマは春から勉強を始めるということで、春からです。つまり1年ぐらいかけて勉強するということですね。試験が5月なので。で担当合格するためにはどれぐらい勉強時間が必要かって先ほどお話しましたかね。500時間ってことですね。じゃあ500時間を1年365日で割ってみてください。そうすると1日あたりの勉強時間でどれぐらいになりますかね。 1.3 時間ぐらいとかですね。こう週末多くやっていただければ、平日は勉強しなくても十分にこれ合格することができるということですね。でこれだとちょっと余裕すぎると思いませんかね。さすがに春から出すと担当だけに絞ってしまうというのはちょっともったいないと思いませんかね。そうなんです。これ春からなので、これ働きながらであったとしても、これ十分に担当論文を一気に合格することはこれ全然目指せます。そのためのコースがこちら、2019担当論文フルコースというものになってきます。全177回のコースです。一気に2019年度1年間で担当論文合格してしまう、そういったコースになっています。先ほどの担当だけの担当合格コースに、論文のコースですね。論文の基礎部分、知識をインプットしていく講座と、さらには論文を完成させていく部分、つまりは実際に答案を書いていくアウトプット部分ですね。両方の講座、答練が含まれているフルパッケージのコースが、この担当論文フルコースということになってきます。これまず一番のポイントは、これ鑑定理論というのは担当論文共通の科目なんですね。鑑定理論と担当論文共通の科目です。でこれ学ぶべき知識は共通なんですね。それをマークシートでマークするのか論文で書くかの違いであって、学ぶべき知識は共通なんです。だから担当と論文同時にやる方が、これ鑑定理論については効率的に勉強することができます。論文の勉強をすればするほど、実は担当の合格率を高めることができるというのが鑑定理論共通の科目ですの特徴です。なので同時に一気にやった方が効率的に、特に鑑定理論については学習をすることができる、そういったメリットがあります。働きながらであっても、この春から勉強を始めているならば、十分にこれ担当論文一気に合格することも可能です。加えて例えば学生の方とかね、勉強時間をある程度確保できる方とか、あとは、司法試験に合格していたり、公認会計試験に合格すると、論文式試験については科目の免除というのが認められています。なので、そういった科目免除なんかも使える方なんかですと、やっぱりこのフルコース、近年うちの受講生さんでこの科目免除をうまく使っていただいて、このフルコースで受かっている方いっぱいいらっしゃいますので、ぜひですね、そういった方目指してみてください。十分に一発で合格することができます。特に学生の方とか、その科目免除の方については、このフルコースについては割引制度がちゃんと設けられています。42ページですね。まず学生の方は学割価格という形で、このフルコースについては一般価格から半額で申し込むことができます。これかなり破格の金額ですよね。半額で申し込むことができます。まあ、それこそ国交省が学生等々の若年層の方ですね、試験受けていただいて鑑定士になっていただきたい、まあ、そういった要望に応えて、レックとしても
学生の方についてはこのフルコースについては半額で申し込みできる、そういった金額設定になっています。この半額の学割使って合格する方ですね、どんどん増えてます。あとは科目免除ですね、司法試験に合格した方は民法ですね。あとは公認会計士に合格した方は会計学と、あと試験の際に合格した民法だったり経済学ですね、科目免除になります。でその免除の数に応じて割引になる金額がちゃんとフルコースについては設定されています。ちなみに、2017年度ですかね、弁護士資格と公認会計資格を持っている方で、こう3科目が免除になって、民法、会計学、経済学ですね、だから鑑定理論だけ論文科目としては勉強するだけで大丈夫だった方がいて、見事やっぱり一発で受かりました。やっぱり免除制度を使う方はですね、勉強時間少なく済みますので、こう一発で受かる可能性高まってきますので、ぜひですね、最近本当増えています、公認会計士の方とか、これダブルライセンスで鑑定士とか受ける方いっぱいいらっしゃいますので、ぜひ免除受けられる方はこのねフルコースで最短で合格を目指すようにしてみてください。ただ一方でってことですよね。働きながらでなかなかやっぱりちょっと勉強時間春からといってもなかなか確保できないって方もいらっしゃると思うんです。だからフルコースでちょっとさすがに負担が多い一方で、ちょっと担当だけにしてしまうのもちょっともったいない、じゃあ中間がないかというと中間があります。中間のコースが2019担当論文基礎コースというものがあります。ちょうど担当だけのコースとフルコースの中間のコースということになってきます。つまりは先ほどの担当だけのコースに論文コースの基礎部分だけの知識をインプットしていく部分だけを付け足したものがこの担当論文基礎コース全134回ということになってきます。ちょうど中間的なコースということになってきます。このコースの特徴は、後から自分で論文のこのアウトプット部分を自分で追加して受講していただく必要があるんですけど、その追加のタイミングを自分で判断することができるということです。つまりは、例えば2019年度の担当論文基礎コース受講して、でうまく講座消化できて学習が進んだので、自分でじゃあやっぱりもう2019年度向けのアウトプット部分のコースを自分で付け足して2019年度の8月の論文式試験チャレンジするって選択肢もありですし、なかなかちょっと講座の消化がうまくいかなかったので仕事も忙しくなってしまったので2020年度向けのアウトプットの部分を追加して自分で取って、で2020年度の8月の論文式試験チャレンジするって選択肢もあるということです。勉強の進め方によってこの後半部分のアウトプット部分を取るタイミングを選ぶことができる、そういったコースがこの担当論文基礎コース、ちょうど中間のコースということになってきます。3つ用意しています。担当だけのコース、あとは一気に担当論文合格するフルコースで、ちょうど中間の基礎付きのコースですね。それぞれ皆さんの生活スタイル、お仕事のお忙しさもあると思いますので、自分の生活スタイルに合わせていただいてこの3つのコースをいずれから取っていただいて、やっぱり、ね、担当式試験、論文式試験という形で、この、ね、不動産鑑定を目指していただきたいということになっていきます。あとは、じゃあその受講の仕方についてちょっとお話をしていきますね。大きく言うと、鑑定試験、コースの受講の仕方は、通学と通信と分かれていきます。大きくまずは通学と通信と分かれていきます。まずは、じゃあ通学から説明していきますね。通学は、例えば担当のコースで言いますと、通学を実施しているのは東京の千代田区にあります水道橋本校というところで通学実施しています。こちらだけでレックでは通学のコースを実施しています。で担当コース初めて受けているこの担当合格講座というものになるんですけど、春からですところ5月生というのが受けるべきコースということになってきます。これ鑑定理論から始まっていくコースなんですけど、5月の27日から毎週日曜日ですね、
1日2コマずつですね、午前中10時から12時半1コマ受けていただいて、1時間の休憩を挟んでいただいて、午後1時半から4時まで毎週毎週日曜日2コマずつ受講する形でこうずっと続いていくのが水道橋本校における生クラスのスケジューリングということになってきます。一方論文コースの方はといいますと、同じく水道橋本校で実施されまして、論文コースの方は、7月の7日から、論文の方は毎週土曜日ですね、毎週土曜日、やっぱり毎週毎週2コマずつという形でずっと続いていく、そういった通学スケジュールになっています。つまり担当コースは毎週日曜日、論文コースは毎週土曜日という形で生クラスのスケジュールが設定されています。では通信の方はということですね。じゃあ通信の方はどうかと言いますと、はい、受講の仕方が大きく2つに分かれてきまして、はい、通信の受講の仕方は大きく下 DVD で受講するやり方と、あとはネットですね、ウェブで受講するやり方と大きく2つに分かれてきます。どうしても手元に画像を残したいという方はこの DVD の受講ということになっていきます。一方ウェブというのはネット環境があれば24時間何回でも講義を受講することができるということです。これ音声についてはデータダウンロードできますし、あとはスマートフォンでもこのウェブ講座の方は受講することができます。で、どういったこれ配信スケジュールで発送スケジュールで講義が成り立っているかといいますと、30ページですね、例えば担当のコースですと、まず初めて受けていただくのが担当合格講座というものなんですが、鑑定理論、まず1回目から20回目全20回分が、これ1月の25日からも見れる状態、教材も発送されています。多分これご覧になっている方はこの期日を過ぎていると思いますので、今申し込んでいただければ直ちに鑑定理論については20回分すぐに受けることができる、そういったこれ発送スケジュールになっています。生クラスがこの5月の下旬からなので、この生クラスよりも5ヶ月ぐらい前から通信については受講することができる、そういったスケジュールになっています。で、この通信の特徴なんですけど、通信の特徴としましては、これ生クラスを収録して、で、つどつど発送配信するというものじゃなくて、すべてこれ専用スタジオで事前に収録したものを通信ですと受講していただきます。中身はね、生クラスと同じような中身なんですけど、で DVD もウェブも講義の内容は同じなんですが、こう事前に専用のスタジオで収録したものを通信の方は受講していただく形になります。なので実はこれそれぞれの生活スタイルに合わせやすい通信の受講形態ということになっていきます。どういったことかと言いますと、まずは、インプット知識を受けね、入れていく講義は原則として4ユニット制、ユニット制ですね、まあ、1ユニット3、40分程度、つまり1コマ 2.5 時間なんですけど、それが、1ユニット35分前後で4ユニットという形で構成されてるんですね。なので例えば朝ちょっと早く起きて1ユニット35分だけ講義を見て、で出社して夜まとめて残りの3ユニットを見るなんてこともできるわけなんですね。生クラスというのはこれ強制の契機でこれ、ね、ペースメーカーという形で、まあ、そういった意味ではメリットなんですけど、ただ例えば日曜日、そうですね、通学する時間も含めると、例えばそうですね、8時間ぐらいこうね、丸々時間を確保できないと生クラスですと講義を受けることができないということですね。講義時間が2コマで5時間で、お昼休み1時間、さらにこうね、通うってことも含めると大体8時間ぐらいこう丸々時間確保できないとなかなか通学が通えないということですね。一方で通信というのは隙間時間で35分さえあれば
ワンユニットを自分の生活スタイルに入れ込むことができるってことですね。通信というのは、こう自分の生活スタイルに講義の方を合わせることができる、そういったメリットがあります。さらには丸いですね、各講座各科目の発送配信開始日に全回数分まとめて発送配信される、そういったスケジュールになっています。つまり鑑定理論、先ほど担当合格講座全20回分が、こうさみだれ的に1回2回と配信されるんじゃなくて、20回分が一気に見れる状態なんですね。なので特定の時期に一気に学習したい方に、これ受けやすい発送スケジュールになっています。公認会計士の方、公認会計士の方が最近ですと、鑑定試験チャレンジして合格する方増えてるんですけど、公認会計士の方は、こう仕事のこの繁忙期がものすごく激しいわけなんですよね。忙しい時期と比較的ね、仕事が閑散期の時期がこう、ね、結構違うわけなんですね。決算期前はこう、ね、忙しくて、でそれ過ぎると比較的閑散期になってくる。で、こう閑散期に自分でまとめて一気にやっぱり通信でこう勉強を進めたいって方には、この一気に全回数分配信される、受講することができるこのレックのスケジュールというのは、やっぱ勉強時間、自分の生活に合わせやすいということなんですね。で、そういった形でこう、ね、公認会計士で短期で受かっている方もいらっしゃいますので、そういった意味では自分の生活スタイルに隙間時間だったり、比較的ね、仕事が落ち着いてる時に一気に勉強することができるって意味では、合わせやすいのがこの通信のこの発送スケジュール特徴ということになってきます。で、この通信部分については、この通学クラスにもこのウェブ DVD のフォローというのが必ずついています。通学クラスの方であったとしても、ウェブか DVD のフォローというのがこれ必ずついている、そういったこれ形態になっています。なので、例えば先ほど通学のスケジュールありましたよね。はい、担当のコースですと、毎週日曜日こうずっと2コマずつ受けていきます。で、例えば受けていっていただいて、6月の10日、どうしてもなんか家族の用事があって講義受けることができない、そういったこともあり得るわけですね。なんですけど、必ず通学にもフォローとして DVD かウェブがついてますので、6月10日時点でもうすでに鑑定理論、これも見ることができますので、すぐに自宅で5回目、6回目受講して追いつくことができるということです。つまり、こう通いやすい、こう全部を出席できなくてもすぐに自分で追いつくことができる、そういったフォロー制度になってますので、通いやすい通学形態ということもできるということになってきます。このようにコースとしては3つですね。担当だけフルコース、あと基礎付き、あと受講形態としましても、通学通信、さらに通信については DVD かウェブですね。それぞれの生活スタイルに合わせやすいようなコース、受講形態、いろいろ準備しています。ぜひですね、鑑定士興味持っていただいて、いずれか取っていただいて、今本当に鑑定士業界ですね、人手不足なので、次の鑑定士業界の担い手にですね、皆さんがなっていただけたならば、非常にね、嬉しいなというふうに思っております。はい、では以上をもちまして、私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。